しめし、うん、さあ本日は遠藤麻衣さんと渡辺裕太でお送りしていきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、はい、さあということで今日はですね、うん、はい、本日のランチということで声出てるね。あ、出てる、うん、声出てるね今日も。とりあえず不安な時は大きな声出すっていう、うん、で今すごい不安なわけね。まあちょっと初っ端はね、いろいろ探り探りなので、はい、どこ見ていいかもわからないんですが、うん、あそこかな、あそこでいいですか、とりあえず正面で大丈夫か、はい、ということで、はい、まあ今日はランチ、うん、あのおにぎりを、おにぎりを一緒に作ろうと思います。あんまおにぎりのこととかないみたいですよ。そうなんですね。ね。なんか作るスタイルってな、今までありました？ない。ない、あ、ない。作るスタイルが私たちが初めてみたいです。でも僕らがそのなんていうんですか、提出したお店の候補がボツすぎて、うん、っていう、そういうわけじゃないですね。でもそういうことかもしれないけどね。まあ、そういうことでもやっぱ二人で共同作業をして、ね、うん、まあこう場を盛り上げていこうということでございます。なぜかおにぎりっていうね。そうですね。まあ、手軽、一番手軽だし、いいんじゃないですか。はい、いや、いいと思います。うん、さあでも遠藤さんは、うん、料理されますか。まあそんなにこだわったやつはしないですけど、はい、まあ、基本的に家にいるときは、まあ、自炊ですね。 あんまりこう買ってきたりはしないかなっていう、はい、あ、そうなの。うん、結構でも大変じゃないですか。いや、でも慣れちゃえばやります。逆に僕は実はですね、うん、半月前ぐらいに一人暮らしを始めたんですよ。お、そうなんだ。はい、やっと27年間でやっと、やっと、そうなんですよ。実家から飛び出した。実家から飛び出して、お、偉い、まあ、半月経ちまして、うん、レトルトのパスタ1回作りました。以上、ひどい、自炊は。え、おにぎりは握ったことありますか。おにぎりはでももう20年ぐらいないですね。マジで。逆にその20年前一体何だろう。あ、これね、はい、ちょっと、はい、あ、こちらが、うわ、すごい。これで私たちもコメントを書き込むことができるんですよね。はい、そうなんですか。そうで、後でちょっと説明しますけれども、はい、ね、ハートとかも押せるん で、あ、ハートとかも、そうですね。じゃあしっかり後でね、もうご飯とか冷めちゃうから、そうですね、握りますかね。はい、握りましょう。はい、一応ちょっと、もう今梅雨時なんで、ちょっとね、いろいろこう衛生面も考えて、うん、一応ラップに握りますね。あ、それ大事ですよ、うん、大事大事。一応ちゃんと手を洗いましたけどね、はい、一応洗いました、ちゃんとね、はい、薬用石鹸で。すごいですね。ご飯を、ね、おにぎりとかさ、人前であんま握ることがないですから。だって今普通にだって米を握る作業を見られるわけですよね。え、全然ないよそんなの。米を握る作業を見られるって、いつもね黙々とね一人で握るから、もうてかもう早く握りましょうみたいな感じになってるからね。ちょっとどんどん早く握りましょうのカンペがさ、ずっと出てる。ずっと出てる、ね、5分くらいずっと出てるよ。まあ、じゃあということで、ですね、はい、まずは僕、私は握ってるよ、ちょっといろいろと、うん、握る前にやらなくちゃいけないことがありますので、はい、遠藤さん、ちょっと握っといてください。わかりました、いいですよ。一回握る担当で、一回握る、いいですか。いいですよ、お願いして、はい、はい、さあ、ということで、この番組はですね、視聴者の方も参加できます。 LINE ライブのアプリをダウンロードして、うん、コメントで質問をどんどんしていただけたらなと思います。で、会員登録などは一切必要ありません。で、そうなんですよ、もう普通に参加していただけるということ で実際アプリを見るとどんな画面かというと、はい、これじゃあ僕のこのスマホこちらにいいですか。こっちですね、すみません。つながった、今ちょうど切れちゃった。あ、こっちは、あ、ちょっと、あ、見えた見えた見えた、こんな感じで。あ、すごい、やっぱり、あ、すごい、リアルでコメントがいっぱいあるんですね。ね、マイプル熱い、あちち、あ、お腹すいた、あ、自由ですね皆さん、自由だね。こんな感じで全然もうなんかそういうこういう生放送とか意識してないコメントだね。いいですね、いいですね、いいね、はい、マイプルのおにぎり、おにぎり握ってます。皆さん、あ、じゃあちょっとぜひ、はい、素手の方が嬉しい言うとは分かってらっしゃいますね。嘘。いや、大丈夫です、衛生面考えてね。すごい、でも奇跡的、今日おにぎりって言われてなかったのに、はい、すごいね、見えます。あ、今日はすごい切り揃えてきたんですよ、爪。あ、今日は切り揃えてきた方なんですね。これでも伸びている方だけど、ね、いや、そうなんだ。まあでもやっぱ女性はネイルしますもんね。ネイルしてないからね、今日ね。あ、今日はだから、ね、普通、そう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 、してるけど、そう、あ、ゆうたくん好き、はっちゃさん。まあそういうコメントばかり拾わなくていいよ。怖いってか、それ拾わなくていい。俺こういう形式を初めてなんですよ。あ、そうなんだ。なんかこうリアルタイムで視聴者の方とこう触れ合うっていうのがないので、うん、はい、すいません、よろしくお願いします。さあ、はい、お願いします。遠藤さん握ってますよ。 あ、はい、あれね、あ、いや、すごい、これ疑問なんだけどさ、はい、何な、何、あ、いいよいいよ。お塩って、はい、
入れるんですか？